小賀千景君、はい、立憲民主社民の小賀千景です質問の機会をいただきありがとうございますどうぞよろしくお願いします独立行政法人大学改革支援学士学位授与機構法の一部を改正する法律案につきまして質疑をいたします本改正案はデジタルグリーン等の成長分野を牽引する高度人材を育成するため大学改革支援学位授与機構に目的と業務を追加し 基金を設置して、意欲ある大学と高専に対し、学部等の編成の取り組みを支援するものと伺っております。成長分野を牽引する高度人材の育成の必要性については理解はいたしますが、今般の施策を補正予算に計上すること、また基金で措置することには疑問があります。まず、補正予算への計上について伺います。財政法第29条は、内閣が補正予算を作成し、 国会に提出することができるのは、予算作成後に生じた自由に基づき、特に金曜となった経費の支出を行う場合に限るとしています。今般の基金は成長分野への人材不足という中長期的な課題に対応するもので、令和4年度、本予算成立後に緊急に発生した事態への対処する性質のものとは言えないと思います。その上、基金から大学に資金が拠出されるのは、 教育未来創造会議第一次提言工程表では、令和5年度以降とされており、令和4年度内に大学に資金が行き渡る見込みもありません。もともと本事業は、令和5年度の概算要求で100億円が要求されていたものであります。当初予算と比べて、国会での審議時間が非常に短く、疑問を正す時間が十分とは言えない、この補正予算ではなく、令和5年度の 当初予算で計上し十分な審議を行うべきではないででしょうか当初予算ではなく、なぜ補正予算なのかを教えてください長岡大臣古賀議員にお,お答えいたします、えー、今年5月に取りまとめられました、えー、教育未来創造会議の第1次提言でも、まあ、言及されているとおり、2030年には、まあ、先端 IT 人材が54万5000人不足するとされております。 成長分野を牽引いたします高度専門人材の確保というのが、やはり現在喫緊の課題となっているわけでございます。文部科学省といたしましては、この提言に対応するべく、本基金にかかる事業につきまして、令和5年度の概算要求に盛り込みましたが、その後ですね、全国知事会や 経済団体からも早急な実現を求める要望をいただいたことなどを踏まえまして今回の補正予算での対応となりましたその際意欲ある大学や高専が数年後にも支援の枠組みが存続していることを前提に改革に踏み切れるような後押しですねそして安定感効率的な複数年度にわたる支援を行う仕組みを構築するため基金を創設,したということ創設するということで いいうことでございますありが,とうございます我が国は国際比較で、大学学部の学生に占める理工系分野の学生が少ない状況となっています。今般の基金は、理工系分野の大学の学部を増加させるものですが、学部が増えても、先ほど宮口委員も言われたとおり、その学部を志望するものが増えなければ、学生数は増加しません。理工系分野で多くの高度専門人材を育成していくためには、 まず、当該分野の死亡者数を増加させる必要があります。小中学生の成績の国際比較を見ますと、2019年、ティムズでは、日本の小中学生の理数系の成績は、小学4年生は58カ国中で算数は5位、理科は4位、中学2年生は39カ国中で数学は4位、理科は3位とかなり上位にあります。一方 算数や理科の授業が楽しいと答える子どもの割合は小学生のうちは国際平均と大きな差はありませんが中学生になると国際平均を大きく下回ってしまっていますこの理由は何だと思われますかお願いします長岡大臣はい。小川先生にお答えいたします まあやはり、あの、小中学校段階におけます児童生徒の理科に対する興味、関心につきましては、ティムスで、今お話しいただきましたように、理科の勉強は楽しいと答えた児童生徒の割合は、小学校段階では国際平均上回っておりますし、また、 あしかしながらですね、まあ、中学校段階になりますと、やはりあの国際平均を下回っているわけでございます。まあ、このような状況を踏まえまして、学習指導要領では、まあ、見通しをもって観察、実験などを行うことを通じて、まあ、科学的に探究する学習活動を充実させること、また理科を学ぶことの意義や、まあ、有用性ですね、これを実感して、やはりあの興味、関心を高める観点から、 日常生活やますまた、こうした教育活動を支えるために、まあ、先ほどから同じこと何回も申し訳ないんですが、えー、実験機器などの物的環境の整備ですとか、あまあ、観察試験のアシスタントの配置ですね、にかかる支援などを行うことに加えまして、小学校の高学年では、まあ、教科担任制を推進しておりまして、理科など を優先的に専科指導の対象とすべき強化とさせていただいているところでございますはい、以上です小川地影君、はい、ありがとうございます私は学ぶ学ぶ喜び体,感体験的な活動よりも点数学力主義の考え方が今日本では重視されているのではないかということも考えますその最たるものが全国学力学習状況調査です 4月に小学校6年生、中学校2年生、日本全国すべての子どもたちに行われているて調査です。全国学力学習状況調査の目的、そして予算を教えてください。里見審議官お答え申し上げます。 全国学力学習状況調査は、児童・生徒の学力や学,学習状況を把握、分析し、すべての教育委員会や学校において、調査結果の活用を通じた教育施策をや、児童・生徒一人一人への教育指導の恒常的な改善、充実を図ることを目的として実施しているものでございます。 お尋ねの予算でございますが、今年度、令和4年度の学力、全国学力学習状況調査の実施にあたっては、約41億円の予算を計上しているところでございます。小勝景君、はい。ちょっと話題が変わりますが、今回、教職員の勤務実態調査、教職員の働き方の調査をして、8月、10月、11月としていただきました。全国には3万,人近いあ3万校近い小中学校がありますが、2400校が抽出されました。 なぜこの数字になったか,のかを教えてください藤原初等中等教育局長、はい、これはの、は過去の調査のまあ数字、それから専門家のご意見、そうしたものを踏まえた上で、こうした数字にしたところでございます小川近江君。はいえー、じゃあ、その専門家の過去のこととか、専門家のことで抽出で1割弱だったということは、 この子どもたちがやっている全国学力学習状況調査も、失敗の必要性はなく、抽、え、出、ー、で十分なのではないかと、私は考えます。今おっしゃってくださいました41億の予算も軽減されるのではないかと思いますが、そこをお願いします。長岡大臣、えー、全国学力学習状況調査は、 児童・生徒の学力や学習状況を把握をし、分析をし、すべての教育委員会や学校におきまして、調査結果の活用を通じた教育施策や、児童・生徒一人一人への教育指導の恒常的な改善、充実を図ることを目的として、実施をしているものでございます。児童生徒一人一人人へのの教育指導の向上的な改善 充実を図るためには、えすべての学校において、まあ、継続的に調査を実施していくことが重要だと考えております。でこのため、え今後もま継続的にしっかりで実施をしていくことが必要であると考えているところでございます。以上です。小川千影君、え小学校六年生と規定されておりますので、受験する子は毎年毎年変わっていきます。それで継続性と言えるのかなというところを思いますが、どうでしょうか。 長岡大臣、はい、それは毎年、同じ学年の子を継続的にまああのテストをするということで、継続性ということだ、あの間違いないことだと思っております小川千景君、はいえー、子どもたちのこともありますが、教職員側からも全国学力調査のことをお話ししたいと思います。今全国で調査の点数や順位を上げるために 学校ではどのようなことが行われているか、ご存知ですか里見審議官あ、お答え申し上げます。 あの全国学力学習状況等査につきましては、さまざまな報道があのなされているというような状況は生じているところでございますが、まあ、行き過ぎた取り扱いがなされないように、えー、本調査の趣旨目的、調査への適切な対応につきまして学、学校内、教育委員会と学校との間に共通理解を深め合うということが重要であるというふうに考えているところでござさまざま、はい、なところで対策が行われています。 石川県教職員組合の調査では、104校中72校、7割の学校が事前対策を行っておりました。石川県だけではありません。多くの都道府県で行われています。私も勤めていた学校で行われていました。私はしませんでしたが、新聞記事でも一面にうちは何位だということがどんと出ていったり、また、福岡では教育事務所ごとの平均点などが出ていきました。このようにとても 競争が激化しています。一年前の五年生の時から取り組んでいるという言葉や、調査が終わるまでは教科書は進まない。そんな話もあります。調査が終わると、二時間、2、3時間分の授業を1時間でするそうです。これでは子どもの学力が伸びるわけはありません。また、全国学力学習状況調査での順位を上げるために、 自治体独自で学力検査を行っている地域もたくさんあります。教職員からは、体験的な活動を増やして、理科をもっと好きになってもらいたくても、全国学力学習状況調査の対策に追われて、優先順位が低くなってしまうという声も聞かれています。理工系分野の学生が少ないのは、全国学力学習調査にも一因あるのではないかと私は考えます。いかかがでしょうか長岡大臣 議員ご指摘の点につきましては、その詳細を把握しているわけではございませんが、まあ、仮に、まあその数値データ、まあ、上昇のみを目的,の目的としていると取られかねないような、行き過ぎた取り扱いがあれば、まあ、本調査の趣旨、また目的を損なうものであると、そう考えております。 文部科学省といたしましては、まあ、平成28年に適切な取り組みについて通知を発出をしておりまして、令和4年度の調査実,実施にあたっても、本通知を踏まえまして、適切な取り扱いを行うように、周知徹底を図っております。まあ、今年10月にに実施しまししままた教,教育委員会会等のの担当者向けの会議におきてても改め でその旨を周知しておりまして、まあ、引き続きまして、えー、各種の機会を通じて、えーまあ、周知徹底等に、えー、取り組んでまい,るまいりたいと思っております、はい、小勝景君。大臣、学生の頃テストは好きでしたか、<laughs> テストは好きでしたか、テスト長岡大臣はいテストはですね、しっかりと予習をしてきたテストは好きでしたが、<laughs> やってこなかったテストは受けたくなかったと。 いうのが本音でございます小川千景君よくわかります私もあまり楽しくなかったなと思っています結局勉強が厳しい子どもたちには調査とか対策とか点数とかいうのがとても子どもを今追い詰めているなということを感じていますまた文科文部科学省も頑張ってくださっているのは知っています2016年に行き過ぎた通知をしないようにっていうことで通知も出してくださっております しかし、6年経った今でも、この状況は変わっておりません。より加速していると言っても過言ではない状況です。中学校2年生まで不登校だった子が、中3の4月に、高校受験もあるけん、自分を変えなきゃって、学校へ行こうって、決断をしていくそうです。すっごく悩みながら、先生との楽しい授業を受けられるって、子供友達と交流しようって、そんな気持ちを持って学校に行っても、 学校で行われているのは、一人一人、黙々と対策の事前調査、そのような時間でした。友達との交流もなく、黙々と問題を解く、不登校だったのですから、問題がわかるわけがありません。やっぱり自分はだめだって、そう思い、傷つき、再び登校することはありませんでした。そんな子どもたちも少なくないのです。全国不登校の子どもたちは過去最高になりました。 点数学力主義が子どもたちを苦しめています。そう考えたとき、全国学力学習状況調査の制度を見直す必要があると私は考えます。教職員は、単元が終わるごとにテストをしています。自分が教えた内容どうだったかなって、子どもはどこにつまずいとるやかって、あここを補強せないかん。今後どんな授業に自分は変えていかないかんかな。日々、検診しています。 それでで十分なのではなのははいいかと私は思います全国学力学習状況調査の廃止、それが無理なら、せめて失敗を以前やっていた抽出へ戻すべきだと私は考えますが、どのようにお考えでしょうか里見審議官ですか。はい里見審議官 お答え申し上げます、えー、ます、あ。あの全国学習学力学習状況調査、学生児童生徒の学力や学習状況を把握・分析し、すべての教育委員会や学校において、調査結果の活用を通じた教育政策や児童生徒一人一人への指導教育指導の向上的な改善・充実を図ることを目的としているということ、先ほどご説明をさせていただきました、この児童生徒一人一人への教育指導の向上的な改善・充実を図るためには、すべての学校 において、継続的に調査を実施していくことが重要でございますので、このため、えー、継続的にしっかりで実施をさせていただきたいと考えております。なお、あの教員の負担をですね。できる限り教員する軽減するという観点から、これまでもあの学校質問し、調査により簡便なウェブ回答方式の導入、あるいは質問項目の精選を行うなど、実施方法の見直しも行っておりますので、今後とも普段の見直しに努めさせていただきます。小月影君。 すべての子どもたちのことを理解しようとしていただいているのはとても嬉しく思います。しかし、先ほども申し上げましたとおり、私たちあ、私は以前、教職員でしたが、クラスにいて、国語の力、算数の力、理科の力、社会の力、ほかの体育、音楽、すべての教科を子どもたちとずっと見ていて、あこの子たちは今、読解力が足りないから、算数の問題が解けなかったんだなとか、この子は割合が苦手だから、ここが解けなかったんだなっていうのは、 多分教員は一人一人の子どもたちを見てて分かります。ですので、教職員を信じてもらって、全国学力調査、個人個別にやっていくのは、自場のテストで十分だと私は現場を経験したときに思いました。ぜひ、せめて抽出への全国学力状況調査への変更を求めます。ありがとうございました。 竹内信